ジャングルは、いつも晴れの地ぐは、近代一連十郎による日本の漫画作品。また、これを原作にしたアニメ作品。1996年から2003年まで、月刊少年ガンガンにて連載された。原作漫画は100話をもって一区切りとし、新たに、晴れぐると解題した上で、同じく、月刊少年ガンガンにて2003年2月号から2009年10月号まで、連載した。 ジャングルに住む少年、ハレが、正体不明の少女、グーや友人、家族たちの気候に振り回されるギャグ漫画。全体的に、明るいノリだが、登場キャラクターの中にはシビアな過去を持つ者も,もおり、シリアスな展開となる話も多い。作品の第一部にあたる、ジャングルは、いつもハレの地グうは、エニックスの漫画雑誌、月刊少年ガンガンの1997年の、 第4号から2003年の1月号まで連載された。全100話。単行本は全10巻。2001年にはテレビ東京系列全究極ネットでアニメ化された。OVA も2作作られた。原作、アニメともに話数の単位はイリュージョン。続編にあたるハレグーは同雑誌にて2003年2月号から2009年10月号まで連載された。 話数の単位は、アクト。全81話。単行本は、全10巻。ここまでの累計発行部数は390万部を数える。ハレグユに解明した理由としては、作者曰く、ジャングルにこだわる必要がなくなったかららしい。以下、本記事のコミックス関数を示す記述で、シン・マキと表記されていた場合、この、ハレグユの関数を表すこととする。 作者が大阪府出身ということもあり、キャラクターの会話に大阪弁が多用されている。2021年4月24日から5月16日まで本作の原画展が開催された。晴れとグーとその周辺のジャングルでのお話。ただし、第37話から第58話までは話の舞台をウェダの実家がある都会に移す。ある晩、ウェダが村の集会に行き、 孤児のグーを連れて帰ってくるところから第一話が始まる。ジャングルはいつも晴れのち、グーの最終回直後から続く。父親の遺産相続をめぐって命を狙われる上田は一連の騒動の決着をつけるべく再び実家に出向く。ジャングルの子供たちも同行し、そこで現地の学校に通うことになる。晴れのクラスメイトジャングルの学校では年齢にかかわらず、 全員が一つのクラスで学ぶが、新二巻において、都会の学校に通うにあたり、以下のような学年差が設定された。その他の人々ジャングルの生物、上田の実家都会の学校ウィークルのルームメイトその他の人々テレビアニメは、テレビ、東京系列ほか、全究極ネットで放送された。全26話、テレビ東京では2001年4月3日から同年9月25日に、 毎週火曜日の18時から18時30分に放送。テレ朝チャンネルでも放送された。テレビ版の放送終了後に番台ビジュアルから OVA シリーズジャングルはいつも晴れのちぐーデラックスが全6巻12話発売。さらに OVA 第2期であるジャングルはいつも晴れのちぐーファイナルも全7巻14話作られた。OVA 版は テレビ版の直接的な続編として作られている。テレビアニメ版は30分1話構成、OVA 版は各巻15部のエピソードの2本立てとなっている。テレビ版、OVA 版ともに原作コミックのストーリーをベースにしているが、エピソードの順序が異なり、ギャグシーンに関してはアニメ独自のものがある。テレビ版と OVA 版を合わせれば、原作、ジャングルはいつも晴れのち、 グーのストーリーはほぼ網羅されているが、アニメが終わった後の作品である、ハレグーのストーリーキャラクターについては一切触れられていない。次回予告はハレを演ずる、マナガワによる、早口言葉でのナレーションになっている。デラックスの ED 演出は、山本博に刺激を与え、後に、アニメ、鈴宮春日の憂鬱にて、春日ダンスを生む基礎となった。 ファイナルはアニメーション神戸第9回作品賞、パッケージ部門を受賞した。スタッフ主題価格はリスト放送局スタッフ、主題価格はリストハレグルに関するカテゴリー。ありがとうございます。